皆さんこんにちは。ライフハック研究所所長のリンダマンです。このラジオは平日毎朝5時に複数の事業を展開している経営者が1年後の未来をより良くするためのビジネスリテラシー、マネーリテラシーが上がるライフハックな情報をお届けしています。えー、皆さんおはようございます。リンダマンです。えー、最近ですね、僕はあのデスク環境をかなりバージョンアップしました。モニターをウルトラワイドディスプレイに変えたりとか、マイクを変えたりね、あとカメラも変えました。 でスピーカー、そして椅子ね、まあ、特に椅子なんかは本当にいい椅子、25万円ぐらいの、えー、ハマミラーに変えましたが、まあ、快適になりましたし、腰の痛みも変わってきたし、まあ、年もうこれから生涯何十年って間、座る椅子ですから、まあ、こういうものに投資するっていうのは、全然消費じゃないなと思います、まあ、投資して生産性を上げるということを、まあ、最近、ね、実現しているといった感じでございますこれも、ね、僕なりのライハックです。 さあ今日のテーマは思ったことは全て形になるんだよということをお話していきたいと思います皆さん思いは叶うどう思いますかあなたは思いは叶うと思っていますか実はね本当に思いは叶いますこれは自己啓発的な話ではなくスピリチュアル的な話でもなく、まあ、どちらかというと科学的に僕は今日は解明していきたいなと思うんです あの分かりやすく解説していきますのでそれはなぜなのかということをぜひ皆さんも理解してみてください、えー、例えばねこんな人がいますよねいやいやその話はおかしいでしょうと私はずっとこんなに結婚したいと思い続けてるのに全然いい人に出会わない思いなんか叶いやしませんよって言われたことありますまああのー、そう思う人もいるかもしれないんだけどでもねこれも実は思いが叶ってるんです 結婚したいと思っているのは首から上つまり頭ですよね思考の部分で結婚したいなと思っているんだけど、えー、首から下胸とか腹の中では腹の底ではね本当に私っっってて結婚でできるるのかなって不安があったりすすわけですよそっちが形になっていることが多いんだよってことなんです。 えまあ、例えば、中禁切られたくないと思っているときに中勤切られるしスピード違反で捕まりたくないなって思うときにスピード違反で捕まったりしますよね。まあ、これある種の引き寄せ的なことなのかもしれないけど本当にそういうことが具現化して形になりやすい、えー、僕たちは喉が渇いたと思えば水を飲みますよね紛れもなく思いを叶えていってるんですあなたが本当に頭の中ではなく、ね、腹の底で思っていることが全部形になります。 いやいやいや、私こんなの望んでません。今こんなに収入少ないし、こんな孤独だし、こんなに毎日楽しくないんです。そんなの望んでませんよ。そんなの嘘だよって言う人いるかもしれないけど、これは紛れもなくあなたが望んだことなんです。全部あなたの腹の底ですよ。頭の上じゃないよ。頭で思ったことではなく、腹の底で本当に思ってることが形になってるんだよと。まあ、例えば、痩せたいって思ってる人いっぱいいますよね。僕だってその一人でした。 だけど痩せたいって思う以上に本当は食べたいと思っていたんですよだからそっちが形になってきたしお金を稼ぎたいって思ってる人はたくさんいますよでも無理かもしれないって腹の底で思ってるならそれが形になりますよねあと私頑張ります頑張ります頑張りますって頑張ることを頑張ってる人はずっと頑張り続けるという未来しか待ってないわけですよほら全部思った通りじゃないですか これを別名セルフイメージと言いますセルフイメージっていうのは本当に面白くて、まあ、よくスノーボードでねあの向いた方向に向かっていくって皆さん話してます僕もスノーボード人生で2回だけやったことありますが本当に下手くそでセンスないんだけどインストラクターに、はい「林田さんこっち向いてください」って言われて左を向けば左に進んでいくし「はい次は右です」って右を向いたら右を進んでいく。 つまり私の人生こんな感じやなと思ってる人はそっちの方向に人生が体重を寄せていくってことですよねまあもうちょっと具体的に言うと白線の上を自転車で走りなさいって言われたら皆さん走れると思うんだけどブロック塀の上を自転車で走りなさいって言われたら落ちると思いませんかそれはなぜかというと,なぜかと,いうとねあの落ちたら死ぬと思った方に体が傾くように人間はできてるんです では綱渡りを渡り切るピエロは何を思っているかですよね彼らのセルフイメージは渡り切っているというセルフイメージを持って綱渡りをしています不安も怒りも自信のなさも全部形になり全部思い通りです、まあ、僕はこの言葉が非常に好きでねずっと意識し続けているんですが思考を支える思考が現実化していると思考を支える思考っていうのがまさにセルフイメージで 今月達成したたたいっって思思ののはあなたの思考ですでも思考を支える思考が「いやーそんなの無理やろ私この3年全然うまくいってないしどうせ今月だってうまくいかねえだろうでも頑張ります」そうするとねまた無理だというものをどんどん引き寄せそういうスコトーマンが開きそしてそんなものを引き寄せていくわけですよねしかも頑張るって思った瞬間に「頑張る」という1ヶ月を送るわけですよでも絶対に達成するんだっていうことに対して、まあ、決断して迷いがなくなると そうするための情報やそうするためのアドバイスがどんどん入ってくるわけですよね思ったことは全部形になるしあなたの今の現状はすべてあなたが思った通りです本当に嫌だったら抜け出してますよね例えばお金を稼ぎたいと思うなら絶対それが本当に嫌なら稼ぎたいと思ってますよね今が変わってないなら変わることが面倒だと思っているのかもしれませんだからこそセルフイメージっていうのはめちゃくちゃ大切なことです まあよくねセルフイメージを上げるためにどうしたらいいですかと聞かれるんですがそれは簡単でねセルフイメージが高い人といるいや居続けるということが重要になってきます最初はそういう人とい,わいるとね違和感かもしれませんがだんだんそっちの方が居心地がいいことに気づいていきますのでぜひ皆さん思いはすべて形になりますセルフイメージを上げるためにセルフイメージが高い人と居続けるそんなことを意識しながらあなたが思っていることが今月も今年も来年も 今世すてて形になっていきますからぜひそんなセルフイメージを書き換えていきましょう1日30円で学べるオンラインサロンライフ発研究所1年後の未来をより良くするための学びコンテンツが200本以上上がっておりますぜひこちらもご活用くださいそれでは今日も素敵な一日をリンダマンでしたまったね